2023年春頃から、韓国の5人組ガールズグループ、ニュージーンズに熱中し、時にはその音楽性などを解説したりする中高年の様を指した、ニュージーンズおじさんというワードをたびたび見かけるようになった。デビューから1年2ヶ月が経った9月には、同ワードに関する話題がネットニュースなどで再燃。なぜニュージーンズは中高年の心をくすぐるのか、そしてこれまでの経緯。ポップとはどういうところが異なるのかなどがより詳しく語られた。また、同事象は日本だけではなく韓国でも起きているようで、本国ファンイベントの参加者の多くが30代後半以上の男性だったという話題も報じられている。1、確かにニュージーンズについての多くのテキストでは、韓国映画、子猫にお願い、2001年などの映画タイトルや、TLC、スパイスガールズ、スピード、宇多田ヒカルらアーティスト名を例えに出したり、的という風にそこに当てはめたりして、同グループに内在しているものを説明する風潮が盛んにある。それが良いかどうかは別として、1990年代に青春時代を送った筆者などは、当時よく読んでいた音楽雑誌や洋楽 CD のライナーノーツの文章の雰囲気を彷彿とさせ、いろんな意味で、クラッとさせられる。ただ、この点においても改めてニュージーンズは、その層を刺激しているアーティストなのだと思う。実際にニュージーンズは2000年前後を表す Y2 キロの音楽、ファッションなど当時のカルチャーを明らかに付随させており、1998年にアメリカで放送が始まったアニメシリーズ、パワーパフガールズとコラボしたニュージーンズの MV も発表するなど、いろいろ革新犯的だ。またもや、良いかどうかは別としてという断りをつけさせてもらうが、現在のハリウッド映画が1980年代、1990年代のヒット作の続編やリブートで溢れ、こと日本でも昭和世代 VS Z 世代のような企画が目立つところを見ると、ニュージーンズの売り出し方やアーティストイメージは現在の流行に合っていると言える。ただ当然ながら、その音楽性、アイコン性などあらゆる面で単なる焼き回しにはなっていない。ちゃんと新鮮さや発見があり、クオリティも抜群だ。中でも、アテンション、2022年の作詞に DANIELLE、ハイプボーイ、2022年と、OMG、2023年に、の作詞に HANNI、リトゥ、2023年の作詞に民事が参加するなど、クリエイティブ面でもメンバーの活躍が目立っている点は、グループの大きな特徴である。特定の世代のノスタルジーを喚起させたり、ファンダム化させたりする理由もわかるが、もちろんそれだけで片付けられない魅力をニュージーンズは持つ。ミンヒジン、ニュージーンズはファンの皆さんと一緒に成長し、夢を見る。ニュージーンズの興味深いところは、ディレクターのミンヒジンが、ニュージーンズは完璧な状態で始まるグループじゃない。ニュージーンズはファンの皆さんと一緒に成長し、一緒に夢を見るグループになるの。に、と未完成であることを強調しているところだ。さらにメンバーのミンジはメディアのインタビューで、共感の力は本当に大きいと思います。お互いが同じ方向に向かっていると感じたら、シナジー、相乗効果が倍増しますが、さらに率直な魅力まで加わると、良い結果をもたらす時が多いと感じました。ニュージーンズのメンバー、そしてニュージーンズとバネズ、ファンの故障がそうでした。3、と話している。ファンは、完璧なアーティストには憧れを抱く。そして未完成なアーティストには共感を持つ。あえて日本のシーンに近づけて語るなら、成長過程にある未完成なアーティストがもたらす共感性については、ニュージーンズと日本の女性アイドルはリンクする部分があるのではないか。モーニング娘。AKB48、桃色クローバー、現桃色クローバー Z、ビスやビッシュなどの WACK 所属のグループなどはまさにそうで、ファンと共に様々な目標に向かっていき、一緒にストーリーを作り上げていく方法は、日本の女性アイドルの成功モデルとなった。何よりファンとしても、未完成であるがゆえ、自分たちが何とかしなければと気持ちが盛り上がり、大げさに言えばそれが生きる楽しみにつながったりする。ニュージーンズにもそういった方向性があるのかもしれない。ニュージーンズのひりつくような表現力への期待感、世界的なグループでありながら、一方でミンヒジンは、未完成なティーンを意識し、グループとしてもまだまだ成長の余地を残している。そのためファンも、まだ埋まっていないピースは自分たちが、と思えるだろうし、未完成であるからこそ成長が目に見えて、親心も生まれやすい。
戦術した中高年人気もそういった要素から来ていると推察できる。また、これは決して比較ではないが、例えば欅坂46、現桜坂46はメンバーやグループの成長とともに目指すコンセプトがどんどん膨らみ、サイレントマジョリティ、2016年、不協和音、2017年ではそのフレームに収まりきれないほどになり、異様な緊迫感が放たれた。未完成、ゆえの危うさ、完成に近づいた時の表現力の凄まじさは、今もなお鮮烈である。ニュージーンズも、ミンヒジンが話すように、未完成、であるならば、ひりつくような表現をこれから見ることができるのではないか。ニュージーンズには可能性が詰まりまくっている。確かような論考があって叱るべきだが、筆者はシンプルにニュージーンズの音楽と個々の成長を楽しみながら目撃していきたい。